ただいまより、山市ユニハイムエステート株式会社2025年3月期中間期決算説明会を開催いたします山田社長、よろしくお願いいたしますはい、えー、ただいまより、2025年3月期、えー、中間期の決算説明をさせていただきます、えー、本日はご覧の通りの内容となっております 2025年3月期、中間期時点の業績説明の後に、改めて中期経営計画、最後に株主還元についてご説明をさせていただきます。それでは、中間期時点の業績についてご説明をいたします。中間期時点のサマリーですが、売上利益ともに、おおむね計画通りに進捗いたしました。 また画面の右にございます横浜で進めておりました分譲マンションが計画通りの引き渡しとなりました。次は業績のハイライトでございます。実績と計画を比較した表をお示ししております。売上高が八十九億円と計画に対してマイナスレイコンマ二パーセント。0, 営業利益が6.4億円と計画に対してプラス32.3%経常利益が4.6億円と計画に対してプラス60%とおおむね計画通りに進捗しておりますまた収益力の指標となりますエビータでは 計画費14.5%とこちらも順調に推移いたしました年間計画との進捗と見ますと売上36%営業利益27%経常利益23%と半期としてはやや低く見えますが これは計画が例年通り下期返帳によるものであるためでございます次のスライドよりセグメントごとに詳細を説明させていただきますまず不動産開発賃貸事業の計画費でございますが売上が計画費プラス3% 年間計画進捗率50%と順調に推移しております。営業利益につきましても、計画費37%、年間進捗率65%と計画通りの結果となりました。同じく賃貸セグメントでございますが、前年同期で比較したものになります。売上が 前年同月比プラス10営業利益が前年同月比プラス31%と増収増益となりましたこれは前期に M&A により取得した富士物産所有の収益物件が堅調に稼働していることが主な要因となります次に不動産開発販売事業についてでございます 計画費で売上マイナス2%営業利益でマイナス115%の結果となりました営業利益のマイナスに関しましては今期 M&A により子会社化いたしました耐性住宅の取得にかかる費用が当初の計画に入っていなかったため 販売管理費が計画に対してマイナスであったことが挙げられております。続いて不動産開発販売事業の前年同月比を表したものになります。売上高がマイナス35％、営業利益がマイナス103％と減収減益の結果となりました。 これは主に、店舗建築工事のきれが発生したことが原因となっております。最後に、マンション事業の計画費になります。売上はマイナス -0.6%、営業利益はプラス16.1%と、ともに概おむね計画通りの進捗となっております。 次に、前年同月比でございます。売上はプラス463%、営業利益は2000とび31%と、前年同月比で大幅な増収増益となりましたが、これは前期が新築マンションの竣工引き渡しがなかったのに対して、今期は冒頭にもございましたとおり、 全70個の新築マンションの竣工・引き渡しが順調に進捗したことが要因となっております続いて対借対象表についてご説明をいたしますこちらの表は前期末との比較をお示し,したものになります棚卸資産についてですがこちらは当社が不労収益と ストック収益のバランス経営を重視する中でフロー収益の要となる指標でございます現在開発中の案件が進捗したため順調に増加傾向にあります内訳については関東方面へのエリア拡大に伴う投資により関東エリアが過半数以上を占めておりますその他マンションの竣工に伴って 買い掛け金が減少いたしました長期借入れ金につきましても開発案件の進捗に伴って増加となっております続いて中期経営計画についてご説明をいたします中期経営計画におきまして当期20 2025年3月期は 大型開発プロジェクトの谷間の期間となっておりまして投資に注力する時期と位置づけておりますよって大型投資からの回収はございませんが画面右のグラフでお示ししている通おりビータで測る収益力は増加傾向にございます 大型開発案件計画として、現在進行しているものが下記の通りとなっております。来期以降で、大型投資案件の改修を順次進めてまいります。また、2024年9月末に、埼玉の東部東上線エリアを中心に、戸建て住宅事業を展開する体制住宅を、 100%子会社化いたしました今後関東エリアにおける戸建て住宅事業宅地開発事業の拠点として投資を拡大していく計画でございますこちらはストック収益の中期計画になりますが長期保有目的の収益物件は今後も積み増ししていく計画でございます 画面の左にございますグラフは物価と家賃の推移を示しておりますこちらのグラフから家賃の動向はタイムラグを伴って物価の動向と同様の動きをすることが読み取れます物価はバブル期に急上昇いたしまして2000年代の前半から緩やかな下落基調で推移しながら 2011年の東日本大震災の頃よりコロナ禍の影響もあって上昇局面となっております物価と家賃の相関関係から今後物価の上昇に追随して家賃も上昇するであろうと予測しておりますこちらの動向も考慮しながら収益物件の積み増しを進めることによって 当社の安定経営の基盤でありますストック収益をより一層拡大させていく計画でございます最後に株主様への還元についてご説明をいたしますこちらは当社の株価の推移でございます次に当社の配当状況と今後の予想についてご説明をいたします 前期と比較して2025年3月期では配当を少し減配させていただいておりますがこれは中期経営計画のところでご説明させ上げたとおり当期は大型プロジェクトへの投資期間であり投資に注力する時期と位置づけておりますそのため将来の配当成功30%に向けて 当社が成長していくための一時的な措置として今期は減配とさせていただきましたなお株主優待は継続していく予定でございます以上で2025年3月期中間期の決算説明とさせていただきますご清聴ありがとうございました ありがとうございました。それでは、これより質疑応答に移ります。えー、それでは最初のご質問です。えー、2問、えー、いただいております、えー。誤差の範囲かもしれませんが、賃貸事業において売上高は1級よりも2級がわずかに上回ったのに、セグメント利益は2800万円ほど下がっています。この理由と下期もこの傾向が続くのかを教えてください。えー、2問目を続けていきます。えー、通期期計画から上期実績を引いたし今下期は、 下期対下期比較で見ると売上高はほぼ同水準ですが営業利益は四点七億円ほど少なくなる見通しになっています物件により利益率が違いが出ると思いますが全下期対比で減益にな,あになる主因を教えてください、えー、以上二問よろしくお願いいたします専務取締役の山田です今の二問に対して回答申し上げます まずあの賃貸の方なんですけれども、えー、まあ計画上はです、ね、い、え、ろ、ー、んな経費をまあ,ある程度ならして、えー、予算の方を立てておるところではありますが、えー、大きくまあずれる要因といたしましては、あの大規模修繕等ですね、えー、こちらのお賃貸原価のほの実際に発生するタイミングというのが、まあ、あの物件の,あの実際の状況を見ながらになりますので。 え現実としてはまあずれしたあそういった費用があるというところでございますので、まあ、あの1年通じるとほぼ予算通りに着地するであろうというふうにあの見,見込んでおります。えー、と前年とのまあ下期比較といったご質問でございますが、まあ、前下期に限らずですねあの当期につきましてはああの前期に比べての少し減益する計画とさせていただいておりまして、えー、まあいくつか要因ありますしあの まあ出たり引っ込んだりいろいろあるんですけれどもまあ一つはあの利益率のいい案件っていうものがだんだんもう売り切れてる部分があの関西の方でありましてそちらの方の影響が一つあるのかなっていうのと。 あと、えっと、<laughs> マンションとかの場合、ですね例えばまあ高価格帯ですね、えー、例えば最上階とかですね、っていう部分と、えー、ある程度リーズナブルな商品っていうのが、あ利益率の方異なりますので、まあ、こちらの売れるタイミングで、ですねこちらも木づれとして発生する形となっておりますので、まあ、そういったところの積み重ねの方で、あで、のー、ご指摘のような数字の差が出ているのかなというふうに思います。はいい以上ですありがとうございました えー、続きましてのご質問です。耐性住宅の資本業務提携関係から子会完全子会社化に至った経緯とその狙いを教えてくださいというご質問です。よろしくお願いいたします。はい、えー、ご説明させていただきます。えー、まあ、当初資本提携、えー、ということで耐性住宅さんとスタートしようということになったわけですが。 まあやはりですね、M&A の相乗効果を十分に発揮させるためには、まあ、当社の完全子会社として、えー、事業業務を行った方がいいだろうという判断でございます。まああのー、当社はあ、宅地開発およびが分譲地を作っていくというところに非常に強みを持っております。大、まあ、さんはでですすね、そののの点、まあ、分譲地地取得でありますとか、宅地の開発 えー、この点においてあまり積極的ではなかったということで、まあ、あの土地をどんどん仕入れてですね素地を開発して住宅地を当社と一緒に積極的に開発していくことによって、えー、主力事業であります住宅の販売もそれに伴って伸びていくであろうということで。 完全子会社として出発いたしました。まあ今後ですね、関東エリアにおける当社の宅地開発事業、住宅事業のまあ拠点としてですね、活用していきたいと思っております。ありがとうございました。はい、続きましてのご質問です。え、二十六年三月期についてのご質問です。 やや早いですが、来期26年3月期のシナリオはどのように考えればよいか、考え方のガイドを教えてください。今期の減配は一時的とのご説明をいただきましたが、来期2026年3月期は再び2024年3月期並みになると考えてよいのでしょうかというご質問です。す。よろししくお願いいたします、はい、いたままはごご質問ありがとうございます。 あの来期以降の予想につきましては、ですね、まあ、まだ今期も半分終わったばかりというところでございますので、まあ、あまりこう、えー、先走ったことはなかなか申し上げにくいところではあるんですけれども、あのまあ、中期計画の方でお示しさせていただいてます通おり、まあ、今期と来期というのは、大型案件の、まあ、谷間のような位置づけで考えておりまして、 えーまあ、皆様がこうバッと驚くような巨大なプロジェクトがリリースするされるというよりはですね、まあ、あの着実にこう普段今までやってきたようなところの売り上げをきっちり一個一個積み上げていく、まあ、そんな2年間になるかなというふうに思っておりますのでどちらかというとこの開発の時期であったりとか規模であったりあるいはそれのこう内容ですねこちらのリリースを順次させていただいてですね 27、28、29としっかり成長できるような絵面を示していくことがですねこの2年間の我々の一番重要なところかなというふうに思っておりますので、まあ、あの、まあ、この今年もまた半年ですねこれから順次進捗していきますので許認可であったりあるいはそういった開発許可とか確認とかですねこういった公のものが出せるタイミングでですね 順次あの情報の方を発信して皆様の方に、えー、期待していただけるようなですね情報を発信していきたいと思いますので、えー、引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、えー、ご質問ありがとうございます、えー。配当の見方についてのご質問です、えー。配当の見方について教えてください。2026年3月期の、えー、見込みについて教えてくださいというご質問です。よろしくお願いいたします。 あ,ありがとうございます、えーまあ、将来の配当予想につきましては、まあ、計画ですね、えー、ずっとお示ししてます3割を目指すというところになっていこうかと思いますで、えー、まあ同配の方を目指していきつつはあるんですけれどもやはりですね、まあ、我々も開発業者というところで、えー、もしいい案件があればですね、えー、どちらの方にこの資金を向けるかっていう判断が必要な時期も 来るののかなといいううふうに思いますのでちょっとまあこのタイミングでの明言というのは難しいところではあるんですが、まあ、できるだけ早い段階で30%にしていってです、ね、落ち着けていきたいというふうには思っておりますので、えー、まあ来期以降の増配にまあ期待していただきながらです、ね、あのー、まあ情報の方を見ていただけたらなといいううふうに思いますありがとうございました。 はい、えー、それではご質問も一巡したようですので、えー、質疑応答を終了いたします、えー。最後に社長の山田よりご挨拶がございます。山田社長お願いいたします、えー。本日はありがとうございました。えー、山一グループはあーこれからもおフロー収益とおストック収益のおバランスを取りながらあ得意分野でありますう不動産の開発力を生かして、えー、企業価値のお向上を目指してまい、えー、りますので。 今後ともご支援のほどよろしくお願い申し上げます。本日はありがとうございました。